注目の一番人気17番ライスシャワー。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。王道の距離で逃走が期待できますね。上空には灰色の空が広がる中山レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気にはマヤのトップガン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ガイワスターレット。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、二冠馬娘ライスシャワー1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキ、マヤのトップガン。16番期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。さあ激しい先行争いで前に出たのはマヤのトップガン。2番手の位置で先頭を伺うのは16番マルゼンスキ。内から行く4番手。9番、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。続きましたマルゼンスキ。外で16番4番手にライスシャワー、ガイワスターレット。続いているその後から9番、そして3番、1馬身差14番、そしてハッピーミーク1馬身差エイシンフラッシュ。その外並んでリングヘイロー、1馬身離れてエルコンドルパター。18番、続いている内から12番、8番、並んできた15番、続いている後方2番手に10番、そして最後方4番、マヤのトップガン。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマヤのトップガン。続いてマルゼンスキー、1馬身離れて16番ライスシャワー。ここにいた、それを見るようにガイワスターレット。外から3番、少し後ろから9番、1馬身差ハッピーミーク。内を回ります。14番、1馬身差エイシンフラッシュ。少し離れてエルコンドルバッター。その後ろキングヘイロー。その後ろに18番、1馬身差8番、15番、並びかけてきた。内を回って12番、少し後ろから10番、4番、最後方が間もなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。最終コーナー先陣を切ったのはマヤのトップガン。